世界遺産検定有資格者に聞く私の推し世界遺産1121分の1。今回のゲストは児玉悠希さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、お越しくださいました。ありがとうございます。来ちゃいましたね、たくさんね H チャンネル見ていただいてありがとうございます。見てます、全然見てます。もうシャープ1から全部見てます。いや、ありがとうございますいやいや、そんな。ぜひでは皆さんに簡単にプロフィールをお願いいたします。はい、はい、今就労支援 A 型で、仕事していまして、はい、2年半ぐらいやってるんですけど、姉がもともと短大で福祉関係行ってた、はい、その影響で、ちょっと興味を持ち始めてたのがきっかけですね。利用者の方がなんかアメリカに行きたいと言い始めて、どっかいいところないかと言われた時に、ちょっと探したら世界遺産という文字を見つけて、そこから検索したら世界遺産検定というのがあって、そこからやり始めましたね。就労支援 A 型っていうのはどういうものなの？就労支援はまず、障害を持った人が一般の企業に行きたいっていうのに関して訓練する場所なんですけど、なるほど。皆さんがよく行ってる服屋さんとかの端っこにあるアクセサリーとか、ああいうのを作ったりしてるのが就労支援 A 型で、簡単に言うともう裏方さんですよね。あとは外に出て一緒に畑仕事したりとか、あと清掃の仕事とかもあるんで、そこで身につけたものを活かして一般に行くっていうのが就労支援 A 型の特徴。素晴らしいお仕事じゃないですか。いやいや、そんなことないですよ。もう時給も発生しますし、利用者さんにしたら結構いい場所ですね。なるほどね。そんな利用者さんから、海外に行きたい、アメリカに行きたいんだけどどこに行ったらいいのと言われて、で、そこで取ったのが世界遺産検定なんです。なるほど。今さ、もう1級を目指されてるってことですよね。1級を目指してます。次7月受けるのかな。受けます。おみんなライバルだねもう必死で毎日やってるんで、どんな勉強法ですか？過去5年間の過去問を用意して、答えを確認しながらやってますね。大事大事。絶対その丸×じゃない、あれって。で、答えを覚えちゃうんですよ、ついつい。でもそうじゃなくて、一個一個理解しながら覚えるってすごい大事よね。結構過去問を見るとどんな風に出題されてるかとかもなんとなくわかるし、やっぱ時間配分大事です。大事ですよね。90分だっけ、90問90分なんで。90問90分だよね。それをどう解いていくか、1問1分で解くのか。そうなんです、ね、簡単なとこはもう10秒で解いていくのか。1分で2問解くのが理想ですね。終わった時に後から見返しできるじゃないですか。もう一回問題集見て。そうだね。その時間が欲しくて大事で、悩む暇があったら飛ばして、はいはいはい、後にもうどん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 やっていくように。大事よ皆さん、これ2級も目いっぱい時間使ったんですよ。おお、そうなんだ。使いました。なんか早い人って、退出時間になったらすぐタタタって行っちゃうね。行っちゃうじゃないですか。なんでそんな早く解くんだろうみたいな。わかる。私も丸々いる方だから、50分か、2級3級とかは、だったらまるまる使おうぜの方が全然いいなと思って。そうだよね。だってファーストインプレッションで解ける問題ももちろんあるけど、そっからじっくり考えて、見直し時間で。そうなんですよ。考えて答えを、あ、そういえばこれだったって思い出す時あるじゃない。あれは、そう、もともと理数系の人だったんですよ。へえ、そうなんだ。そうなんですよ。理数系は得意なの？公式があるじゃないですか。理科とか数学って、その分公式を覚えてしまえば、なるほど、数字を当てはめて、それでも答えが出るじゃないですか。確かに一つの答えが、でも国語とか社会とかって答えがなんかないって言い方あれですけど、1年ごとに更新されるじゃないですか。教科書も変わっちゃうし、いい国作ろう幕府じゃないし、鎌倉じゃないよそうだね。そうでなった時に、じゃあ答えっていっぱいあるじゃんって、どれが正しいのっ
ってなった時にもうちんぷんかんぷんになって、はい、なるほど。恐竜とかもさ、昔一昔前までは肌とかさ毛生えてなかったのに、今羽毛が生えてるもんね。そうなんですよ。なんだっけな、あの一番強いやつ、トリケラトプスじゃなくて、ティラノサウルス。ティラノサウルス。もう10年前と形が全然違うんですよね。そうだから、もう昨日の常識が今日の非常識になる場合もある。もうある。確かにね、それはまあね、国語とかもそうだし、もう奥の細道だって。そうなんですよね。奥って漢字だったんですよ、皆さん。今ね、奥の細までひらがなだからね。そうなんです。ってなったそういうことあるよね。あるんです。答えが変わるのが大嫌いで。なるほど。そう。だから、理数系の方が答えもあるし、ぶっちゃけ13の2乗って綺麗だよねって言うと、何言ってんのって思われちゃうんですよ。そうだから理数系の人は多分、7割ぐらい分かってくれるんじゃないかなっていうのが。私には全然分からないもん、文系だから。真逆ですね。そうなんです。最初3級は2016年に取ったんですよ。2級を去年だかに取ったんですよ。おー、ちょっと間が空いたんですけど、その間ちょっと空白の期間がありまして、ちょっと離れてたんですよ、世界遺産から。おー、ちょっと日本の城の方に行っちゃってまして。お城が好きなんだ。そうなんですよ。城の方に行っちゃってて、で戻ってきたんで。なるほどね。そうなんですよ、うん、でそこでまた、あ、やべえ、覚えてない自分に対しても悔しいというのもあって。一つだけ良かったのが、日本がメインじゃないですか。あー、そっか。産休は、うんうん、であとは有名な遺産だけだったんで、もう全然ちょろちょろっと行きたんですけど、やっぱ日給になると、そうはいかないじゃないですか。そうだね、いろいろ出てくるもんね。んシリアルノミネーションとか、なんかもう一気に3級だと20ページ分だったのが、2級だと基礎から日本まで約50ページから60ページぐらいになるんで、でもそこはもう一夜漬けで全部やりました。一夜漬けってできないよ、すごいね。やりました。もう寝る前に勉強するといいっていうのを聞いたんで実践しましたね。確かに夢に出てくるみたいな。そうなんです。夢でこう頭の中で整理してるみたいな。そうなん、だったらそれちょっとうなされながらもやるかっていう風になってやりましたね。そうなんだ。そうね、高校2年の時に、修学旅行が沖縄だったんですよ。おーで、ホテルに泊まるのかなと思いきや、民家に泊まったんですよ。人の家に泊まったんですよ。おー、ホームステイみたいだね。そうです。そこで三線やっていいよって言われて、持ち方も弦も知らないです、知識ゼロです、じゃあ教えてあげるよって言われて、やり始めて、いいね、センサーからやりなよって言われて、それがきっかけですね。へー。だから今からもう10年前ですね。音楽の学校行っても、その先が問題じゃないですか。就職するにもどうするんだみたいに なるんで、ある学校にその音楽療法学科っていうのを見つけて行きましたね。そっか、それが福祉への一歩。一歩ですね。なるほど。そうなんですよ。音楽療法から入って、今は、今も音楽療法の、今はですね、一つの趣味としてやったりだとか、他の人がセッションやるから手伝ってくれっていう時に一緒に行ったりしますね。役立ってるね。役に立ってるんですよ。本当。自分でも卒業してもそういう声がかかるってありがたいなと思って、マイフェイバリット日本の文化遺産、琉球王国のグスクおよび関連遺産群です。過去から今へと伝えるメッセージ。まあ、首里城もね、初めて見た時に、ああ、ここで中国の人が招かれてなんかいろいろとやってたんだなっていうのもあるじゃん、歴史が。450年間ずっとなんかやってて、いいな、招かれたいなっていうのもあったし。招かれたいな。なるほど。そうなんですよ。すごい、だって豪華なね、ものすごく大きな建物。そうなんですよ。というね、今はちょっとね、燃えちゃってるけど、そう、もう2年ぐらい経つんですかね。いつ
だっけな、2019年ぐらいなんで、うん、まあ2年ぐらい経ってしまうんですけど、うん、もうそのニュース見た時自分はもうショックでしたよ。ですよね。もう一つの遺産が、うん、まあ、消えてしまったって言い方あれですけど、こうも大事にできないのかとっていう、それなりの怒りもあったし、うん、もう要はもうシンボルが消されてしまった。さすがに沖縄の人から見たら、うん、もう立ち直れないよっていうのもあったし、うん、もう募金もしましたから。おお、素晴らしい。そうなんだ。しましたしました、1万円ぐらいしましたね。おお、すごいね。もう全然投げやりの1万を、うん、なんですよ。だから自分の友達も8000ぐらい募金して、うん、素晴らしいね。もう声かけまくって、うん、もう全然そういうのも大事だと思うので、はい、少しでも復興にね、うん、力を入れてくれればなと思って。なるほどね。本当にショックすぎて、自分もショックでしたもん。そうだよね。もう本当ね、全然できることがあるんだったらもう現場に行きたいですから、もう行って、うん、自分が再建しますって言いたいです、ですもん。そっか、すごい。もういやだってね、三振を学ぶぐらいだからやっぱ大好きな沖縄。そうですね。だし、やっぱ沖縄の文化が好きっていうところもあるじゃない。そうですね。やっぱさ、あの首里城に関しては、首里城自体は世界遺産ではないけど、そうですね、でもあれも本当に 大切な国宝っていうか、うん、そうですね、国のね大きな文化遺産だったので、でそれが燃えてしまって、で中の装飾も燃えちゃって、 それを復興するにも、うん、やっぱりほら昔の技術だから、ね、なかなか職人さんもいなかったりとか、いなかったりしますね。そう、そのなんか、木材とか、うん、建材についてもやっぱ中国から取り寄せなきゃいけないとかさ、うん、今ね日本にその大きな木がないとか ね、いろいろあるんですよ、問題があります。そこをねやりたいと。すごくない？でもその中熱意とか、ほんとすごい。瓦職人さんとかもね、あんまりいないんだって今。そうなんですよ、うん、だからもう全然大変だって言われ、もう沖縄県民になろうかなって思ってます。はあ、それぐらい好きなんだね。そうですね。沖縄といえば、うん、読谷村っていう村があるんですけど、はい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 、あのそこの近くにガマっていうのがあるんですけど、ガマ、あの昔、うん、沖縄戦争とかで、はい、うん、あの人が逃げるとき避難場所がそのガマっていうところだったんですよ。防空壕みたいなとこ。そうです、地下道。地下道、へえ。なんか穴があって、そのずっと奥まで続いてるんですけど、そこで避難をしてたっていうのがあって、うんうん、あの世界遺産の本でも、うん、平和の砦って あるじゃないですか。で戦争ってあって、あ、沖縄の人もきっとこんな思いしたのかみたいな、うん、もうその印象がもうでかくて、考えた時沖縄の人って強いなと、やっぱり思いが違うなっていうのがありましたね。沖縄に力入れるしかないなっていうのは。なるほど、ありますね。じゃあもうやっぱり熱い気持ちは、その戦争を、まあ、これから ね起こしたくないなっていう気持ちから世界遺産というところに少しずつこうどんどんハマっていって。そうですね、うん、今の自分があるのもその読谷村っていうところのガマっていうところがあっての今の自分かなって、うんうん、へえ。沖縄さ、首里城やっぱ復興してほしい、してほしいです ね、うん、だからもう何年かかってもいいので、うん、復元はしてほしいですね。首里城を得てのこの周辺に、うん、あの世界遺産の登録があるから、うんうん、じゃあ回ろうよってなると思うので、シンボルとなるものがあった方が絶対いいのかなと、うんうん、で今はその遺構がもう世界遺産のエリアの場所がね、建物が建ってると見れなかった部分が今ちょうど見れますので、もしねお近くにお寄りの際はぜひ見ていただきたいなと思うし、ね、まあできるだけ早い復興を私もね、こだまるさんも祈ってますので、うん、ということで今日のゲストはこだまゆうきさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。